シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピを紹介しています。今週はこの方、野菜ソムリエプロの最上美希子さんです。時短料理が得意なんですよ。さあ、最上さん、今日は何を作りますか？はい、今日はレンジ蒸しナスの中華和をご紹介します。レンジでできるのも嬉しいポイントですね。中華へさっぱり食べられますよ。では材料見ていきましょう。4人分で掲載しています。ナス2本、ネギ3分の1本、生姜1かけ、カニカマ5本。そしてタレの材料です。山牛杉桶仕込み吟醸、酢、砂糖、白いりごま、それぞれ大さじ1、ごま油大さじ1/2、ラー油小さじ1/4です。さあ、こちらのお醤油を使いますね。はい、2年以上の時間をかけてじっくりと杉桶で仕込んだ天然醸造のお醤油です。真上さん、はい、立派なナスですね。はい、今日はこちらになります。秋田市四つ小屋のセンテさんのナス、ダイヤの雫をお持ちしています。皮も張りがあって、ピッカピカしていますけれども、はい、ナスというのは体を冷やす食材とされていますけれども、体を温める食材、ネギとか生姜とか、あと唐辛子といったものを一緒に摂ることで、はいはい、体を冷やしすぎず美味しくいただくことができます。じゃあ今日のメニューは最高の組み合わせですね。はい、そうですね。これから紹介していきます。はい、じゃあまず、はい、ナスを、はい、こちらですね、ヘタとガクを取り除いてから皮を縞状にこのように剥きます。はい、縞状に剥くのは何でしょうか？はい、皮はちょっとあの歯にちょっと残ってしまうっていうので、ちょっとあの噛みやすいようにちょっと筋を入れて、はいはいはい、剥いています。そしてこれを、5分ほど水にさらしてから、水気を取らずにそのままラップでふんわりと包んでください。はい、水にさらす、こちらポイントなんです。ナス、水気を取らずにラップでふんわりと包んでレンジでそのまま加熱するということなんです。そもそも水にさらすのはどうしてでしょうか？はい、アクで変色してしまうので、それを防ぐために水にさらします。この皮の色も大事にするんですね。はい、はいはい、そして600ワットのレンジで5分ほど加熱します。はい、事前に加熱しておきました、はいはい、そしたら取り出してですね、このように粗熱を取っておきます。もう見るからに柔らかそうですね、じゃあこれ粗熱取れるまでの間ですね、他の材料を準備していきます。まず生姜はすりおろします、はい、それからネギは、みじん切り、それから、こちらカニカマですね、縦状に裂いておきます。次に調味料をボウルに入れていきます、はい、まず山牛杉桶仕込み吟醸醤油大さじ1です。はい、酢ですね、はい、こちらも大さじ1です。はい、砂糖です。はい、砂糖も大さじ1です。はい、白いりごま大さじ1です。はい、ごま油、はい、ごま油が大さじ2分の1です。はい、そしてラー油です。ラー油、はい、こちら小さじ4分の1です、はい、辛さお好みで調節してください。はい、ここにですね、薬味ネギと生姜を入れていきます。みじん切りにしておいたネギ、はい、体が温まる食材ですね。ナスとの相性いいですよ、はい、これをかき混ぜておきます。はい、こうやってるうちにナスがちょうど粗熱が取れました。はい、そしたら取り出してですね、これを今度手で縦に裂いていくんですね。手で、はい、こんな風に裂けます。柔らかいから、はい、食べやすいサイズにこういう風に裂いてください。ね、水分たっぷり含んでいます。はい、これをまた長さも食べやすく切ります。これぐらいの大きさですと4分の1、はい、そうですね、はい、4等分ですね、はい、じゃあこれを和えていきますね。こちらのボウルにナスを加えます、はい、そしてカニカマも加えます。カニカマ入りますと赤が綺麗ですね、はいはい、今回彩りでこちら使ってますけれども、ハムとかあと蒸し鶏なんかでも美味しくできます。はい、お好みで、はい、ハムや蒸し鶏でも作ってみてください。はい、これ混ぜ合わせたら、
はい、盛り付けしていきます。はい、カニカマの赤も綺麗ですし、やっぱりあのナスのこの皮の色がそうですね、いいですね。はい、ちょっと締まりますね、黒っぽいのが入ると。そしてお醤油とお酢の香りも、はい、いいですね。はい、こちらで完成です。はい、レンジ蒸しナスの中華和え、こちらで完成です。詳しい作り方と材料は番組ホームページに掲載しています。また後ほど公式 YouTube チャンネルにも動画が上がりますので、ゆっくりとご覧ください。あ、もうね、食べたくて食べたくて、やっぱりね、家庭菜園でナスがいっぱい取れたという方もね、ぜひ作ってもらいたい。いただきたい、いただきます。うん、ほんとさっぱり食べられる。お酢も効いてますし、ネギと生姜の香り、そうですね、でね、ナスがね、もうトロントロンなんですよ。この食感レンジでできるって嬉しいですね。あれ、みんなも食べてる。あれ、もうもうすごく食ったよ、その通り。食リポを聞こうと思ってたらもう食べ終わってました、みんな。これからいいね。はい、今週はですね、もがみみきこさんとレンジ蒸しナスの中華へ作りました。来週は食べる好きマイケルさんと一緒に秋たっぷり里芋と枝豆のとろーりチーズベーコンおやき作ります。以上、シェフズレシピのコーナーでした。つなげる、広がる、